さて、こちらは下校する小学生を見守るパトカーです。急遽パトロールが実施されることになったんですが、その理由は緊急事態宣言でした。福岡県警の本部前、小学生の登下校を見守るために編成された特別警戒隊です。見守り活動は交通安全運動期間などに強化されることがありますが、この時期は実は異例だそう。その理由は、緊急事態宣言が出ました。人出がですね、少なくなるというふうなのが懸念されます。犯罪抑止ですねに関しましては、やっぱり人の目というのがですね、一番重要になってきます。2度目となった緊急事態宣言では、不要不急の外出自粛のほか、テレワークを推奨し、出勤する人を3割に減らすことなどが求められています。一方で小学校は一斉休校しません。このため、特に登下校の時間に町から大人が減ることで、子どもを見守る大人の目が少なくなることから、特別警戒の実施が決まりました。今日は近くの小学校の通学路を中心にパトロールが行われました。特別警戒は緊急事態宣言の期間とされている来月7日まで行われる予定です。